ありがとうございます。尊敬する国務日露経済委員会委員長、尊敬するご列席の日露経済委員会 の、 あのメンバー企業の幹部の方々、まず本日皆さんとこういう形でお会いして、皆さんに向けて、講演させていただきます機会をいただきましたことについて、国務委員長をはじめ、日露経済委員会の皆さんに心からまず感謝を申し上げたいと思っております。そして、この機会を借りまして中西経理団連会長のますますのご回復を祈りまして、会長にぜひますますのご健勝を通じてご活躍ご多幸の、こちらからのご希望を、お伝え願いたいと思っております。そして冒頭におきましてまず強調しておきたいのは、経団連がずっと前からもう数十年間にわたりまして日露経済委員会を中心に、日ソ日露経済協力の発展に大きく貢献していらっしゃるということです。本日の講演の準備を進めた際に、想起いたしましたのは1976年にですね、もうほぼ半世紀前に最初の経団連ミッションがそれを訪れまして、当時、土保敏夫会長が当時のソ連の主導者ブレジネフ書記長と会談されましたほど、経団連がロシア日露関係の分野においてご活躍をなさっておられるということをまず強調したいと思っております。そして今現在、その活躍がその ご活躍が活発化、さらに活発化してきまして、今年の2月、日露経済委員会の代表団は次期、日露経済合同会議を開催するために、モスクワを訪問されましたし、そして、合同会議の後、ニジノブロド州を訪問され、ロシア経済のポテンシャル、そして日露経済関係のさらなる発展のポテンシャルを、地域レベルも含めて、視察されたということは、日露経済交流に大きく、寄与しました。今現在全世界と同じように、ロシアとその経済がですね、新型コロナウイルスの感染拡大あるいは感染大流行という、今までなかった前例のない、チャレンジ挑戦に、直面しています。そして私はまず初めにこの新型コロナウイルスとロシア経済という、側面に、触れたいと、思っております。確かロシア経済がコロナウイルスの影響を他の国の経済と同じように受けましたし、そして、世界的なこの感染状況からし今の感染状況からしますと、この感染状態がいつ収束するかちょっと予断を許さない、状況であります。世界的には、ロシアは今現在、昨日の統計を見ますと1日1万1000人ぐらいの新規感染者が確認されるなど、状況が良いではないんですけれども、ロシアの関係当局
が、さらなる感染拡大を抑えるために万全の努力を尽くしている、ということは間違いありません。今後ともそういう政策、対策が、対応が周囲に関して続けられるということについてご確信なさっても結構でございます。経済について言うと、ロシア の、 政府民間専門家の、分析によると、ロシア経済はかなり、その感染拡大から影響を受けましたが、しかしそのロシア経済の、その停滞、低下の、深さが他の先進国より、小さいという結論をロシアの専門家が出しています。例えば今年の第二四半期のロシアの GDP の減少幅はですね、 8% でしたのに対して米国では 9.5%、 ユーロゾーンは 19% という日本は 7.9% という数字になっております。一番大事なのはロシアにおいて、政府と民間の努力のおかげでもありますけれども、ロシアでこのコロナによる経済危機が構造的な危機にならなかった、つまり、この経済の成長が停滞している、下がっている分野は主に中小企業の部門でありまして、マクロ経済の安定を維持することができこともできましたし、このロシア経済産業の根幹である部門に危機が幸いに拡大してまいりませんでした。そして未支払いの連鎖も発生していません。今現在、8月の統計なんですけれども、今年の8月の時点でインフレは 3.6%でしたけれども、それは、19年の8月に比べると 3.6% でしたけれども、それは今年の前半よりやや高めの数字なんですけれども、と同時に、今年の年内まで 4% 前後になるという予測をしております。この 4% というのは、それはロシア中央銀行がターゲットとして設定している数字であります。さらにロシア経済における貸付額が増えております。市場のすべての部門に増えております。企業向けの貸付は今年の7年間、最初の7年間内に 4% ぐらい増えておりまして、低等部門には 14% という増率であります。それはロシア政府が実施しましたビジネス支援策の結果となります。つまり連邦予算から 1.9 兆円にあたる直接ビジネス向けの融資が行われましたし、そして低等計画、低等プログラムの枠組みの中でさらに7450円にあたる
祉が行われております。そして、ルーブル、通貨ルーブルの相場の変動について言いますと、ロシア政府の判断によりますと、ロシア政府の意見によりますと、今年はですね、ルーブルがその融資緩和の構造的な融資緩和という構造的な政策に対して、そして2022年に予算管理ルールに戻るということに対して、そのルーブルの相場はその若干弱める方向で調整されましたが、しかし今現在ルーブルは過小評価、若干過小評価されています。なぜかというと、やっぱり投資家が今現在ややリスクの判断を高めにしているからであります。今年のであります。そういう中で年内、今年の年内、今年年内あるいは来年の初期にルーブルはその基礎的な相場に戻るというふうに我々は見ております。ロシアの GDP の、 その見通しについて言うと、今年はマイナス 3.9 と予測しておりまして、予想しておりまして、マイナスですね。来年はプラス 3.3 という予想をしております。つまり危機前の GDP レベルは来年2021年の第3四半期に達せられるのではないかというふうにロシア政府は予想しております。もちろんその条件で前述の予想はですね、それはこの世界経済が段階的に回復するという回復し、そしてロシアの主要な輸出品に対する外需も回復するということを前提にしております。この労働市場の状況について言いますと、世界各国と同じように状況は決して簡単で容易ではありません。今年7月の時点で、失業率は 6.3% でしたが、状況がだんだん安定化しつつあるということも明らかであります。今現在正式な失業者数は、370万人ですけれども、今年の年末までに、若干低くなると予想しています。 5% まで、低くなると思います。今年の平均失業率は 5.2% になるというふうに、予想しております。繰り返しになりますけれども、我が国の政府が当初、つまり危機が発生した時点で、当初の予想よりロシア経済における状況が良好であるというふうに我々は判断しております。そしてロシア政府が、そしてロシア当局が連邦のレベルで、そして地域のレベルで行った、産業、企業、国民向けの支援策を事業を得た形で行った結果であると我々は思っております。そういうその危機対策について言うと、例えば企業と国民向けの支援額は4兆円に当たっております。
特に雇用維持のために、無利子、その貸し付けは、それは790億円に当たっています。そして、企業に対するその債務再編延期、額はそれは7130億円に当たります。そして、さらにロシア中央銀行は、その資本と資金調達のために措置を取りましたし、銀行への補助金も支払われましたし、そして企業の職員の賃金支払いのための無利子の貸し付けも行われましたし、その納税期間延期措置とか、そして例えば2020年第二四半期におけるその中小企業はですね、課税免除を受けたとか、そういうような措置が取られています。さらに直接国民向けの支援策も行われています。例えば失業手当の増加とか、あるいは子供をいる家族への直接お支払いとか、この低等の優遇とか、あるいは医療従事者への追加的な賃金とか、このコロナのせいで、コロナのため失業を職場を失った人々への無料のですね、再教育プログラムの実施とか、そういう、まあ、多岐にわたる措置が取られましたし、今も取られています。そして国務委員長が言及されました、この国民の国家発展目標が7月21日に大統領に承認されました。それは我々はポストコロナ時代を想定して取った措置であります。その国家発展目標というものは何を目指しているかというと、それは人口の維持でありまして、今人口減少ですけれども、まず人口の維持であります。さらに国民の健康の保険であります。さらに国民一人一人の能力を活用できるような環境づくりでありまして、その生活環境の良好化でありますし、そして成功的な企業活動の確保、さらにそれは大事なポイントですけれども、デジタルトランスフォーメーション、デジタル改革であります。そのデジタル化はですね、それは菅新総理総裁も大変重要視していらっしゃる政策ですから、より詳しく申し上げたいと思っております。ロシアではですね、人工知能、ビッグデータ、ロボットか、そして、次世代の通信規格、粒子計算などを含めた、その
デジタル経済という国民計画が2018年に、プーチン大統領に、承認されています。それを実施することによって、ロシアは技術、高度技術発展において世界のリーダーの中に入ることを目指しております。そしてそのデジタル経済計画の予算はですね、2.15兆円に当たっています。その中で1.48兆はそれは国の予算から当てられる、拠出される資金で、あります。特に行政、国民向けの行政サービスを主にデジタル化するということが目標に、されています。今現在すでに、もうすでにその国民向けの行政サービスの大部分はですね、もうデジタル化しておりまして、本当は例えば我々外交官は長い時間にわたって国外に過ごしていますけれども、例えば去年、昨年モスクワに帰ると、一時休暇でモスクワに帰ると、本当にいろんなその日常的な、行政サービスがもう、今までよりはるかにデジタル化しているということに、注目しました。例えば納税の手続きとか、あるいは公共料金の支払いとか、子どもの入校手続きの実施とかなどなどが、それはもうすでに完全にデジタル化されているという大変大きな進展が見られております。そしてこのデジタル経済改革を進めるために、このデジタル経済という非営利団体が設置されています。その団体の中で優れたこのデジタル分野の専門家が定期的に協議し、政策助言を提供するというふうになっております。まだ時間ありますから、このコロナによる、外交に対する影響、国際情勢に対する影響について、我々の判断について、我々の分析について若干申し上げたいと、思って、おります。まず、我々の意見では、今回のコロナ危機がまず国際的な次元で何を示したかというと、それはこの世の中で世界各国が相互依存関係、相互連結性関係にあるということです。本当はロシアがずっと前から、今現在国際社会が直面している脅威と挑戦がですね、まさに国境横断的なものになったということで、あります。それは例えば国際テロ、そして、大量破壊兵器の拡大とか、サイバー犯罪とか、麻薬の不法取引とか、さらにそれに新型コロナウイルスの感染拡大が今回、加わりましたが、そしてそういう国境をまたいだ、国境を横断する脅威に直面していますから、やっぱり国際社会が国連の下で統一して、そういう脅威問題、挑戦に対応すべきだというふうに我々は基本的に思っておりますけれども、残念ながらそうなっておりません。つまり COVID-19 の感染拡大による危機が示したのは、もう一つ今度は好ましくない傾向があるんです。つまり共通の、我々みんな
が直面しているその、第三次はですね、大問題が我々を団結、国際社会を団結させるはずであったのに、逆にそうなっていないという状況について我々は心配しています。特にですね、一部の国々は他国に対して他国の行動を自分の問題の発生のせいにしておいて、その国々に対して圧力制裁を強めています。そして一部の国々は自分の目先の利益を追求し、そして競争相手を潰すために今の状況を悪用しているという傾向が残念ながら見られています。そういう中で我々はコロナ後の世界経済の回復は時間がかかると想定しておりまして、そして経済をこの再生するために、再生させるために本当に規格外の方法と決定が求められるだろうと思いますし、そして国連 G20 などの、その国家間の多国間組織のそれは大きな課題であると思っております。そしてそういう中でロシアが具体的にどういうイニシアチブを表明している、提案しているかといいますと、それはまずですね、今世界経済が危機状態にある中で、やっぱり非合法的な、つまり国連の安保理の頭越しに行われています、活動されています一方的な制裁の解除であるという提案であります。そしてプーチン大統領は今年3月行われました緊急のですね G20 の首脳会談でですね、オンラインの首脳会談で、いわゆる緑の回路のイニシアチブを打ち出しました。つまり経済制裁、貿易戦争、その非合法的な規制のないルートを開設して、そのルートを通じて特に困っている国々に対して医療機器、医療物資、食料品などの人道支援を行うことを提案しております。そして特にそれは貧困国、後進国に適用すべきだというふうに我々は思っております。例えば今現在イラン、シリア、ベネズエラなどの国々がこのコロナの感染拡大にものすごく悩んでいるにもかかわらず、アメリカをはじめとして西側が行っている制裁がちっとも解除されていないというのは現実であります。さらにグテレス国連事務総長が提案したこと、つまりコロナ危機中に少なくともその地域紛争において停戦状態を導入しなきゃならないというグテレス事務総長の提案を我々は支持しています。そしてさらにですね、このコロナ後の経済、世界経済の再生を考える際に、私どもはですね、やっぱり、世界各地、世界各地域にあります経済統合のプロジェクトをですね、プロジェクトの力を合わせて、
さらなる経済統合を進めて、その経済統合の拡大を、その経済統合の深化を経済再生のために活用するという発想で、やっておりまして、その中で特に私どもは重要視していますのは、プーチン大統領が提案しました大ユーラシアパートナーシップ構想で、あります。それはこの大ユーラシアパートナーシップ構想は、それはこのユーラシア地域の各国に開かれた、構想で、あります。日本の経済界、そして日本の政界、政府がこの我々のイニシアチブに目を向けることを期待しております。なぜかと言いますと、この大ユーラシアパートナーシップという大プロジェクトを実施する中で、それは有望な市場への参入がやりやすくなるし、そして新しいトランジットルートへの参入もですね、より容易になるから、やりやすくなるからであります。今現在、我々はこの大ユーラシアパートナーシップを実現するために、ユーラシア経済連合、上海協力機構、そしてアセアンとの対話において議論を行っております。そしてユーラシア経済委員会と EC、 ユーロピアンコミッションともですね、接触を始めました。その点につきまして、さらにですね、そのコロナ後の世界を考える際に、我々はどうしても見逃すことができない側面があります。それは、地球的な戦略的安定安全の維持であります。つまり残念ながら今の時点でですね、アメリカの破壊的な行動によって、行動のため、今まで軍縮、軍備管理、そして戦略、世界的な戦略安定を支えてきた、いわば国際法上の手段、国際条約がかなりほぼなくなっています。例えば対ミサイル防衛禁止条約がアメリカの脱退でなくなりましたし、そして中距離弾道ミサイル禁止条約もアメリカの脱退でなくなりましたし、シチビチ条約がアメリカの批准拒否で依然として無効になっているという状況が続いていますけれども、唯一に有効な条約として残っていますのは、それは戦略攻撃兵器削減条約であります。2010年4月プラハで、署名された条約なんですが、その条約も来年2月に、期限が切れるんですけれども、無効になるんですけれども、我々は無条件の延長をアメリカに提案していますけれども、なかなかアメリカから肯定的な回答が依然として得られていないという、大変心配を抱かせる状況が続いております。ましてやですね、ロシアが中距離ミサイルの配備にモラトリアムを発動した、宣言したにもかかわらず、つまりアメリカが同じような兵器を配備しない限り、我々も配備しないというモラトリアムを発動していますけれども、残念ながらアメリカとその同盟国から何も肯定的な反応が示されていないというのも一つの、懸念材料であるわけです。
そして日本国内でアメリカの、そのミサイルが、アメリカの中距離弾道ミサイルが配備されるんじゃないかという、まあ噂がメディアで時々、報道されているというのも一つの懸念材料で、あります。そしてそういう中で、まあ、我々はやっぱりアメリカとその戦略安定に関する対話を続けたいと思います。つまりアメリカでですね、アメリカの指導においてやっぱり常識が結局常識が何と言いますか、優先されるというふうに期待しているからで、さらにですね、日露関係について言うと、残り時間は5分ぐらいあるんですけれども、日露関係について言うと、まあ、安倍総理とプーチン大統領の対話の、定期的な信頼対話の結果として、ここ数年間、日露関係が大きく動き出しました。貿易高も増えましたし、経済の分野において、多くのプロジェクトが開始され、合意され、実施され始めました。さらに日露相互交流年という今までなかった大規模な行事が行われて、それで両国民間の相互理解が深まったかと期待しています。そして日露間にですね、平和安全保障のための対話も行われていまして、例えば、外務防衛大臣の2プラス2という形でやっていますし、安全保障会議事務局長レベルでもやっていますし、外務省レベルでもやっています。議員交流、そして、与党、自民党と与党の統一ロシアとの交流が活発化、してまいりました。特に経済対話を見ますと、今残念ながら対面の対話ができないけれども、やっぱり、ビデオの形で梶山経産大臣とロシアのレシェプニコフ経済発展大臣とノバクエネルギー大臣との会ビデオ会議も行われましたし、いろんなロシアの会社と日本の企業、そして関係省庁との、ビデオ対話が行われています。例えば先週ロスネフチ、2週間ぐらい前にロスネフチ、ロシアの最大の国営石油企業と、資源エネルギー庁などを日本と日本の経済界の代表との間の対話が行われるなど、肯定的な動きが見られております。そして菅内閣の下で、菅総理の下で今までの日露関係の肯定的な傾向が検証されますことを我々は期待しておりまして、その意味でプーチン大統領と菅総理との間の電話会談、9月29日を行われた電話会談はとても良かったと我々は思っております。さらなる日露関係の発展、特に対抗コロナウイルスのワクチンの開発を含めて医療の分野における協力が話し合われましたし、日露関係全体をさらに進めるという合意が確認されております。そして菅総理、そして加藤官房長官はですね、プーチン大統領と菅総理の電話会談が行われた日に、日本政府は日露関係を先にわたる形で関係全体を進めたいということを確認されましたことは、それはとてもいい日露関係の前提の発展のための前提となっていると私は見ております。
そして、まあ、ご存知のように日露間に、各分野において大変有望なポテンシャルがあるということなんですけれども、その一つとして、エネルギー協力に言及したいと思います。アークティック LNG2 というプロジェクトが順調に実施されつつありますし、さらにノーテック社と日本の関連企業はですね、北極 LNG2 の関連でカムチャプカ地方よりムーマンスク州における LNG の積み替え基地建設プロジェクトについて協議を進めていますし、イルクーツク州ウイスクット市におけるポリエチレン生産工場の建設協議も進行中でありますし、ボルゴラド市におけるメタノール生産設備発展プロジェクトは、マルグニと三菱重工業が進めているというなどなど有望なプロジェクトプロジェクトがあります。その際、私は特に強調したいのは、最近特に欧米の方でロシアとの経済関係を政治問題化する向きが残念ながら台頭しているということです。それは極めて否定的な影響を与えています。例えば今現在いわゆるナワリヌイ事件、あたかもロシア その野党活動家がロシア政府にロシア当局に注力されたという、まあ、全く無実無根の話を欧米側が進めていますけれども、その目的はノードストリーム2という、ガスパイプラインプロジェクトを破壊するために行われている挑発的な行動でありまして、それは失敗に終わると思いますけれども、なぜかというとロシアはここ数十年間にわたりまして、ヨーロッパにおいてもアジアにおいても、いかに大きな政治問題、安全保障上の問題があるあったにもかかわらず、一度もロシアからのガス、石油、ガス原油の供給、輸出を停止したことはありません。我々は政治的な理由で行われた、いわゆる制裁の対象となったことは、それはあるんですけれども、こちらから進んで、こういうような行動を一度もやったことはありません。ですから、この経済協力を政治問題化しない、というのは、まあ、大前提であるということを、我々の経済界 と政府もよく認識していますし、日本の経済界に、も、認識いただければと思って、おります。そして、日露協力の一つの分野として、大きな分野として、高度技術を示したいと思っております。特に今年の10月3日行われました、オンラインの形で行われました STS フォーラムに、ロシアのチェルニセンコ副首相が、この科学技術政策担当の副首相が、参加し、講演、しました。私が先ほど言及しましたロシアのデジタル化政策について詳しく説明しました。そして特に今現在必要なのは、それはワクチン、対コロナワクチン開発でありますけれども、ロシア側としては、人間のアデノウイルスを材料にした大変効果的なワクチンを開発しました。スプートニク V というワクチンなんですけれども、日本の企業と協力したいと思います。このワクチンの日本への輸出だけではなくて、関連技術の移転、そして日本における現地生産も可能であります。ご案内のように、先ほど我々の大使館と通商代表の方から、そのロシアの提案について詳しい資料を、詳細な資料を提出していますから、もし日本の製薬会社が関心をお示しになるならばありがたいと思って、ありがたく思っております。そして最後までに、もう簡単に平和条約問題に触れたいと思います。
時々日本の皆さんから聞いているご意見は、平和条約がないということがロシア市場における日本のビジネスに対する一つのリスクの要因であるのではないかということです。実際にはですね、平和と国交関係は日露間にもう1956年に回復されていまして、平和状態が続いています。そしてその平和状態がもう60年間以上続いているということであります。そしてその60年間にわたりまして日露関係が大きく前進したことは明らかでありまして、前述の大規模なプロジェクト、経済プロジェクトに関する合意がそれをさらに確認していると思っております。と同時にですね、もし日本とロシアとの間に平和、友好、善人、協力についての総合的な、包括的な、正しい条約が締結されるならば、それはですね、日露関係を質的に新しいレベルへ引き上げるための近代的な、堅固な基盤を作ると我々は思っております。強調しておきたいのは、それは戦争直後結ばれる平和条約的なものではなくて、今まで60年間にわたります日露関係の発展を反映するようなより幅広い、より多岐にわたる条約を我々は想定して、おります。その観点から我々は日本と この対話を継続する用意があります。ちょっと指定された時間を少し超えて申し訳ございませんが、これで私のプレゼンテーションを終わらせていただいて、皆さんのご質問に率直にお答えしたいと思います。ご清聴ありがとうございます。